こんにちは。岐阜の異端児、柿です。今回紹介するデッキは、俺が1月に MP を18,700も持った最強のミッドレンジロイヤルです。で、このデッキの紹介動画ね、以前も出したんやけど、なんかあんまり、詳しく説明してない感じやったと思うんでね、ちゃんと動画にしようかなと思います。マリガンの仕方から言うとね、先行の場合はね、クイブレとジェノが最優先かな。で、あと、歌い手と2コスト何かもあるといいみたいな感じ。で、高校の場合は、2コスト何かと、まあ、最低条件やな。2コスト何かは絶対いる。で、まあ、歌い手もあればいいかなってぐらい。まあ、あとは適当で。で、あとはね、やりながら説明しますが、とりあえず、このデッキで今月はね、ローテーション回っていこうと思うんで、どれだけ MP 漏れるか楽しみですね。お、相手、マスターランク直前やな。まあ、そんな、ね、勝利に飢えてる相手をボコボコにしてあげましょう。おっと。いや、先行はね、クイブレかジェノ欲しいんやけど。来い。来ない。まあ、そう、このデッキの、戦績を、1月の戦績をまとめてみたんですけど、あのね、唯一巻き越してるのが、ドロシーね。うん。ドロシー相手には、勝率 45% とかそんぐらいでしたね。それで、まあ、ビショップ相手にもあんま勝ててないイメージがあったんやけど、実は、その計算してみたら結構ね、6割とは言わんけど、5割以上は勝てた。で、その他のクラスは、まあ、6割以上は勝ててますって感じでした。何これ？え、初めて見た、こんなの。結構すごいね。いやいやいや、邪魔すぎやろ。いや、めっちゃ邪魔じゃん、これ。全力で倒すよ。倒すよ。おにぎりめし。痛いぞ。もったいねえな。新魔裁判所とか。ほらな。さすがにわかるわ。シャドウは相当やってますから。まあ、ここは攻めても。まあ、でもアルベル使うけど。使うけど進化はしなくていいと思う。あー、え、何この、そんな流行っとんのこれ。今日初めて見たんやけど、誰かがゴブリンマウントオーガは最強すぎる、マジランクマ20連勝できた剣みたいな動画出したんかな。お、やったやった、めちゃめちゃいい感じ。これで決めます。我らは東方銀霊の剣よ。大ぞ。ホワイトプリンセス、どうするつもりだ。おお、取れんじゃん、こんな。おお、取らんかった、なるほどな。じゃあその隙にね、アーサーで展開して新魔裁判所のターゲットを分散させておくっていう作戦。銀霊の剣よ。さあ、もうクーフリンしんどけ。クーフリンなんでだよ、もう。おかしいだろ。もう、なんだよ、それ。うわぁ、最低じゃん。運ゲーじゃん。うわぁ、これは厳しいなぁ。あ、でも、アルベル引けばいいんか。うん。あ、アルベル引けば問題ねえ。ああ、来いよ。まあ、アーサーでね、デッキを圧縮することによって、あ、山札をね、山札を圧縮することによって、アルベールが引きやすくなるっていう、そういう作戦です。鈍いな。押せ。うかつ。そうだな。倒さんでいいか。いや、倒そう。私は
天より正義が降りた、うん、ヘブンリーナイトか、まあ、厄介厄介やな。まあアルベール引けばなんとかなると思うけど、うん、なるほど。そしてはいはいはい、おお、なるほどな、いけるなこれは。槍使い、槍使いだな。槍使い進化して巻き起これ嵐よ。覚悟はいいですか。塵一つの引き裂かれろ。これでいいんだ。なお勝利を誓う。おおっと、これはこれいけるな。あ、これまあいけるわ、うん、よし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 、いいよ、はいはい、いいよいいよ。手札なくなった。いや、なかなかいいバトルやったな。じゃあもう全部除去するか。若造よ、切り込む。いいのがいるぞ。終わらせます。暗き時代を魔法が。あ、てかアルベール来ねえな。さあここで何が来るかな、まあ、ヘブンリーナイト来てもファングスレイあるし全然オッケー。はい、右右右右右、なんでよ。おかしいだろ、相手の神魔裁判所さっきから。ああ、もういいや、もうファングスレイ、あ、ちょっと待って、ファングスレイはと、いや、いいな、使っちゃい。死にたくなかったら受けてみやれ。剣で断ち切れ。さあ何を引くか。左左左、よし、よかったよかった。まあまあそりゃね、え、なんだよ、どっちにしろかよ。お、これは神様の言葉だよ。あと2点、何この自利品な勝負。うわ、いや大丈夫だろこれは。よし、オッケー。無駄に長期戦になったけど、なかなかいいバトルでした。よーし、ありがとう、勝った。おお、ネメシスか。どうぞ覚悟を。結構今の環境でネメシス使うの勇者やと思うんやけど。俺ネメシスちょっと使っていいんだけどね、やっぱ難しい。勝てん。マキナ引かんとどうしようもないし。おっと。まあまあ、ネズミあるでいいかな。そうだし。あ、エンシェントアーティファクトだな。あの、エンシェントアーティファクトを増やすと、強いらしい。ネメシスは。まあ、俺もあんま分からんけど。うわー、マジで。なんでそんな都合よくあるんだよ、振り返りとか。やり使い一家捨てても、戦場に嵐を引き裂かれろ、引き裂かれろ。あ、これ人形軸か。うわー、ということはどうやって攻めればいいんだろう。どうやって攻めてくるんかな。 使ったことないんだよね、人形軸の演出は。うわ、またかよ。
この笛の音は君の支配者。操り人形。始めよう。この大行進に終わりはない。結構すごいね。まあそういうことね。手札が溢れないように操り人形出したんだ。さあ構えろ。若造よ。すっげえ攻めづらいね。行進は続く。エフェメラ。ああ、それはなかなか鬱陶しいな。おーい、超手札。手札、まあいいや、アルベル使おう。いけるいける。これで決めます。攻めるしかねえ。行くぞ。で、アルベ、ファン、アーサー、ファング。で、そして9ターン目にはもう1枚アルベル引けてるだろうっていう、そういう感じやな。透明状態なら死後を持つ。わあ、糸雲じゃん。糸雲の悪魔並みじゃん。ようこそ。あ、トイソルじゃん。希望の街へ。珍しい。命を眠る。ようこそ。幻と絶望の街へ。あ、でも強いな。これだ、あいつ20超えて3か。いや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 、それは強いわ。強っ。なんだこれ。やっちゃってください。やっちゃってください。アーサーだな、アーサー出して。でも進化権使わざるを得んな。約束の地を目指して。アルベール用に1個残してください。あーっと、ネズミがいない。覚悟はいいですか。勝利を重ね、勝利を誓う。ガッツ。押せ。月勝を犯した。ギガガガガ。うわー、引けるか。アルベールを引かないと話にならないから。我らの本領は集団戦にあり。また操り人形。我らの本領は集団戦にあり。あ、でもこれ相手多分あんまりやることない。やっちゃってください。札あと2枚やし。お、これはいけるだろう。これいけるな。そうだな、ちょっと進化権は取ってきたいんで、ルミナス出して、終わらせます。暗き時代を魔法の力で勝利を誓う。よーし、これはいけるだろう。こっから18点削るのはかなりきついはず。ここ、パペットルームとか、パペットルームとかやっとる時点でもう遅いよね多分。このアーサーの体力高すぎやな。これは取れないわ。よしよしよし、これはいった。進化するか。これで決めます。ガンガン攻めよう。切り替えあっ、受けてもやるか。あと2点。ついに来た、人形使い。ライフ7点が2体おるのはかなりきついやろ。やっちゃってください。お、いや無理でしょ、取れないよね。取れるか。もう全力全力で全員で、ああ取られちゃったよ。やべ、あ、やった、はい、ありがとう、勝った、うん、熱戦の末勝ちです。ということでね、まあこのデッキ結構強いと思うんで、よかったらみんな使ってみてください。では、ありがとうございました。失礼します。
動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあありがとうございました。失礼します。